女だったらどういう態度するんだろうと、どういう質問するんだろうって、あの人のマインドを言いそうでしたわけです。なりきるわけです。そうすると堂々としてすごく面白い質問してきた子がいるって言われて、2回目3回目のインタビューアーとして指名されたこともたくさんあったんですよね。今日はビジネスチャンスを生む聞く技術と題した授業です。第2回目の今日は、次につながる良好な関係を築くための方法や、相手の好意を引き出し自分を印象付ける方法を学んでいきます。それでは先生ご紹介します。フォーブスジャパン副編集長の谷本由香先生です。よろしくお願いします。お願いします。これすごく私いいと思ってて、なりきり、これはよくやってるんですけど、若いね、スタートアップの CEO とかよく私最近お会いすることが多いんですけど、彼らですごくうまくって人たらしって言われて、いろんなね、ベンチャーキャピタルとかいろんな人たちから可愛がられて、そのお金引き出すというか、お金をこう出資してもらったりとかする人たちって何やってるかっていうとね、もう本当息子ポジション演じるのがうまいんですよ。で、いろんな息子のやり方があると思います。それはなんか、かつての俺に似てるって思わせるやり方もあるし、でそういう人もいました、で言う人もいるし、本当になんかお父さんみたいな感じで、もうメンターに、勝手にメンターにしていいですかって本当に言っちゃう人もいる。でしかもその人よく私ご一緒するんですけど、もう私この人10人目じゃない、メンターって言ってるのも何人にメンターって言うんだみたいな人もいるんだけど、でもいいじゃないですか、相手にそうやって気持ちよく思ってもらえれば。だから息子ポジションとか、いわゆるこうメンターメンティーなのかな、のそういったポジショニングを作るであるとか、なんかそういったそのポジショニングを作ることによって、相手にその警戒感みたいなものをこう外してもらって、親近感を得てもらうっていうやり方もあると思うんです。でよくあるのは、やっぱりその母親父親ポジションとか、娘のポジションとか、あとはまあ何だろうな、そう、まあ、友人ポジションってなかなか気づきにくいと思うんですけど、なんかそういった自分自身ではないポジション、こういうポジションだったらどういうコミュニケーションを取るだろうっていうふうに考えてやられるとね、いいことがあると思いますよ。で私自身はどうにやってたかっていうと、これなんです。自信を持てるポジショニングっていうのをものすごくやっていて、でそもそも私自身も今すごくね、年季が入ってきてますけども、それこそ20代の頃からすごいもうVIP の方、その国の首相であるとか、そういった方たちにインタビューしてきたわけですよね。その時にどうやったらばドキドキしないで、いやドキドキします、ドキドキしないで、である程度そのあえて私のために30分なり15分なりお時間を取っていただいてるんだから、その時間を有効に使って忘れていただく、もしくは相手にその時間が本当無駄にならないようにするためにどうしたらいいのかってものすごく考えたんですよね。その時に私に足りないものは圧倒的に自信だと思ったんです。同じ質問をするにせよ、それをなんかドキドキして、なんかもう震えながら質問を読んでたらどうですか。なんかそんな人に答えたくないですよね、国を代表してきたのに。であるならば、私はどういうふうにやってたかっていうと、少なくとも私自身は今こうしてある国の首相と対峙していると、であるならば私自身も日本の代表のインタビュアーとして向き合ってるんだっていうふうに思うようにしたんですね。その時に私自身は大好きなアメリカのマリア・バーティロモさんっていうジャーナリストがいたんですけども、その人初めてニューヨーク証券取引所の下のフロアにね出た女性なんですけども、私が、まあ、彼女だったらどういう態度するんだろうと、彼女だったらどういう質問するんだろうって、あの人のマインドをインストールしたわけですよ。インストールというか、なんかちょっと憑依させるじゃないですけど、なりきるわけです。マリア・バーティロモになりきるわけです。そうすると面白いもので、マリアだったら足を組むなと思ったりとか、マリアだったら普通にこう寄りかかるなど、これ基本的に日本のメディアの中ではある意味禁じ手です。そういうことやったらば、確かにね、私自身もいろんなね、メディアの中でこう、あいつはなんであんなずうずうしいんだとか、あいつはなんであんなに傲慢なんだみたいなことを書かれたけれど、結果的にですよ、いい面もやっぱりあって、すごく自信を持ってね、堂々としてすごく面白い質問をしてきた子がいるって言われて、2回目3回目のインタビューアーとして指名されたこともたくさんあったんですよね。つまりやっぱり同じ質問をすることってまあまああるじゃないですか、はい、たくさんのジャーナリストがいる、たくさんのメディアの人間がいる、その中であそこまでの自信を持てる人間ってそうそういないような気がするんです。もちろんいろんなね、新聞社のいわゆるこう
論説委員の方とかもちろん堂々とされてますけれども、私も同じぐらいの、だって同じ立場に立たせていただくんですもん。であるならば、せっかくならその場を楽しんで、しかも私が楽しむということは相手も楽しむような時間を提供するということにもつながるわけじゃないですか。だから決して自分は卑屈にならない、自分自身が自信を持てて楽しくて、その時間を有意義にできるようななれるような人を演じるっていうことだけで、ものすごく私は救われましたし、今につながるね、キャリアを形成できたっていうふうに思ってます。はい、誰かそういう、こういうふうになりたいっていう像を思い、具体的に思い浮かべるといいかもしれない。そうですよね。自分のロールモデルだったらどうなのかなって思ったりもするし、これでも、ね、よく言われる話なんですけど、これアクティブリスニングだけではなくて、自分自身がこう選択することっていっぱいあるじゃないですか。その時に自分自身のロールモデルの人、すごい憧れの人、これ誰だっていいんですよ。坂本龍馬でもいいんですよ。だったらどっち選ぶかなって考えるだけで、ものすごくいい成果が生まれやすいっていうふうに言われてるんですよね。で、実際たくさんの成功者にお話を聞いてきましたけども、いろんな成功法則があるんです。それはまたなんかね、他の機会があったらぜひもうじっくりお話しさせていただきたいんです。この中の一つとして、やっぱりご自身ではなくて、成功者がどういった形の奇跡を踏んできたか、どういった思考回路だったか、どういう選択をしてきたかって考えるだけでね、全然違う道になるっていうふうにおっしゃってたので、なんかそれもやってみるといいかもしれないですね。ありがとうございます。はい、では続いてフォローのスキルです。お願いします。はい、はい、